アーチ・ボルド・グレーシー4世は、アメリカの資産家、アマチュア歴史家、陸軍軍人。豪華客船タイタニック号の一等船出場客であり、銅船の沈没事故から生還したが、冷水に使った、後遺症で間もなく死去した。1859年1月17日に、アラバマ州モービルに生まれる。グレーシー家は、ニューヨーク州の資産家の一族である。 祖先のアーチボルド・グレイシーは現在、ニューヨーク市長皇帝となっている、グレイシーマンションの建設者として知られる。父のアーチボルド・グレイシー3世は、南北戦争中、南軍の順将だった人物で、リッチモンド・ピーターズバーグ方面作戦で戦死している。ニューハンプシャー州コンコードの聖ポール学校を経て、ウェストポイント陸軍士官学校へ進学した。 アメリカ陸軍第7連隊の大佐となる。不動産事業を手掛けつつ、アマチュアの戦士家としても活躍し、7年かけて地下マウガについての真実を表した。この本を書くために膨大な調査を行ったグレーシーは、休息を取るためにヨーロッパへのヤン旅行を行った。その旅行からの帰国のために1912年4月10日にサウサンプトン港から、 豪華客船タイタニック号日頭選出 C51 の乗客として乗船した。4月14日午後11時40分にタイタニックが氷山に衝突した際には実質で寝ていたが衝撃で目を覚ましてボートデッキに様子を見に出ている。ボートデッキから A デッキに降り、そこで友人のジェームズ・クリンチ・スミスから氷山に衝突したらしいことを聞かされた。 グレイシーとスミスはエレベーターに乗った時に船が傾いていることに気づき、事態の深刻さを悟ったという。この時代の航海には、被護者のいない女性は航海の初めに奉仕を申し出た男性にエスコートされるという文化があり、グレイシーも彼の妻の友人であるシャーロット・アップルトン、マルビーナ・ヘレン・コーネル、キャロライン・レーン・ブラウンの三姉妹の面倒を見ていた。そのためまずは、 彼女たちを探し回って見つけ出した。この際に彼女たちと一緒にいた、やはり被護者のいない女性であったエディス・シー・エヴァンズを紹介された。乗客を不助死優先でボートに乗り込ませるようにとの船長命令が出た後、グレーシーは彼女たちを連れてボートでッキ下げのボートへ向かった。男性がボートに近づくのは禁じられていたため、ボートまでのエスコートは断念し、 その場を仕切っていた六等公開士ジェームズ・ポール・ムーギに彼女たちを委ねた。その後、食卓仲間のヘレン・キャンディーとエドワード・オースティン・ケントを探している時にスカッシュのプロだったフレデリック・ライトとデくわし、翌朝にスカッシュコートの予約をしていたことを思い出して、予約はキャンセルした方が良いですかなと声をかけた。ライトは、ええー、そうですね、と答えたという。A、デッキで。 スミスと再会し、キャンディー夫人がすでにボートで脱出したことを知らされた。その後、グレイシーとスミスは再び、ボートデッキ作舷に出て2頭公開し、チャールズ・ライトラーらがボートを降ろすのを手伝った。作舷の傾きが大きくなり、ライトラーが、お客様は右舷に移動をとの命令を発すると右舷へ移動したが、そこで、ボートに乗ったと思っていたキャロライン・ブラウンと、エディス・エバンズを発見した。 彼女たちからアップルトンやコーネルと離れ離れになった、経緯を聞いた後、ちょうど船員が、もっとご婦人が乗れる余地がありますと叫んでいったため、エバンズを右、ブラウンを左にエスコートして、左舷ボートへ向かった。やはり女性しか通してもらえなかったのでそこで彼女たちと別れた。その後再び、スミスと共に、右玄全部で公開支出の屋根の上の折りたたみ、式ボートを下すのを手伝い。 船員が誰かナイフを持っていないかと叫ぶと携帯ナイフを貸している。タイタニックが本格的に傾いてきてデッキが海水に飲み込まれていく中、グレイシーとスミスは船尾の方へ向かって逃れようとしたが途中で進めなくなり航海支出の屋根に飛び乗ろうとするもスミスは失敗して海水にさらわれて命を落とした。グレイシーの方は 巨大な波に合わせてジャンプすることで偶然にも、公開支出の屋根についている鉄棒にしがみつくことに成功した。タイタニックがいよいよ沈んでいくと泳いで、タイタニックから離れようとした。救命具と海中の船から上昇してくる空気に押されたことで海中に引き込まれるのは免れた。後日の遺体回収作業で発見された上下逆さまの、 まま浮き続けるビーゴーボート4月15日午前2時20分にタイタニックは完全に沈没した。グレーシーが海面上に顔を出した時にはタイタニックはなくなっていた。ひとまず手近にあった木片にしがみついたが逆さまになっているビーゴーボートを発見したのでそちらへ向かって泳ぎその上に乗ることに成功した。彼は最初にビーゴーボートの上に乗った層の一人だった。 ビー,ーボートの上に乗る人々の数がある程度になるとオールを持っていた者たちはボートが沈むのを防ぐために新たにボートにしがみつこうとした者たちを突き落とすようになった。グレーシーはその残酷な光景を見ないようにしていたという。その後、明け方までビー,ーボートは上下逆さまのままグレーシーら30人ほどがキールの上に登って浮き続けた。 彼らはバランスが崩れないように二頭公開し、チャールズ・ライトラーの指揮の元中心線の両側に二列前向きに、並んで、波で、ボートが揺れるつど、左に寄ったり右に寄ったりした。しかし冷たい海中に落ちて、体が冷え切っていた彼らが、ボートの安定を保つためにずっと動いていなければ、ならないというのは、体力的に厳しく、またボートのエアポケットの空気が漏れるに従って徐々に、 波が足を浸すようになったため、限界に達したものが、数と、また一人と崩れ落ちて、海に落ちていった。54歳のグレイシーも、体力的に厳しいものがあった。髪が凍りついていたため、毛皮棒をかぶっている、隣の男に、しばらくの間帽子を貸してもらえないかと頼んだが、その間俺はどうすればいいんだと、そっけなく断られたという。明け方まで耐え、 明るくなってくると、他のボートを発見したため、ライトラーが笛を吹いて、助けを求めた。それを聞いて12号ボートと4号ボートが駆けつけて、きたので、グレーシーら生き残っていた者たちはそれに移った。グレーシーが乗った12号ボートは、午前8時30分頃に、カルパチア号に救出された。生還を果たしたものの、冷水に長く使っていたため、後遺症に苦しむことになった。 1912年末までにタイタニックについての真実を表したが、直後の12月4日に、後遺症が原因で死去した。タイタニックについての真実は、その数ヶ月後に出版された。彼の著作、タイタニックについての真実の善悪の描写は、当時の米英社会の主流の考え方が反映されている。すなわちアングロサクソン族は勇敢に振る舞い、 それ以外の民族は卑怯に振る舞ったという見方である。グレーシーは同社の中で次のように書いている。この過酷極まる試練の時に、この上なく素晴らしい自精神を発揮してくれた。我がアングロサクソン族を誇りに思った。ありがとうございます。